失礼します。日本じゃ絶対に見られないようなその景色とメンバーたちのそこであの、まあ、まるで遊んでるかのような素の表情というのがいい感じで混ざり合って、それがなんかこう我々 の、 そのカラーというものにつながってるんじゃないかなと思います。なので見どころはですね、全ページです。全ページ見どころとなっているので、ぜひ皆さんね、全部余すことなく見てほしいです。ありがとうございます。無理やりやファイアードラゴンの4人でそのリンタン島の夜の海で撮影した写真なんですけど、結構ちょっと大人の魅力が溢れ出ちゃうような感じ。溢れって言った途端に今閉じ始めて溢れすぎちゃう、溢れすぎちゃう、ちょっと抑えないといけないんですけど、スーパードラゴンでいる時とはまた違った大人の魅力っていうものをここで表現できたかなと思ったので、お気に入りの写真にしました。リンタン島のそのまあ綺麗な青い海をバックにサンダ5人で並んで撮ってる写真なんですけど、そうですね、この夕日を見つめてみんなで撮っております。これもまたあのファイヤーとは違って日が出てる間の写真なんですけど、まあサンダ5人のなんか爽やかさが出ている写真で、まあ僕の一番のお気に入りな写真ですね。僕個人的にすごく印象に残ってたのが、この超高級なヴィラにみんなで行って、プール付きのところで行ったところがすごい印象に残ってて、人生でもう二度と行けないんじゃないかとか思ってたりして、まあもう僕たち数年後には、ね、プライベートで勝手に行きたいと思います。もう以前の写真集と比べると、まず断然にその髪色が明るくなっているまた今落ち着いたけど今落ち着いちゃったんですね、写真集の頃は。まあなんかこの海にね、僕だけちょっと青いのが同化してしまっていて、そこだけちょっと恥ずかしいんですけども恥ずかしいんですか、恥ずかしいんですけど、まあ明るくなっているということで、そこもなんかちょっとそのメンバーの違うところが見れるかなと思って、とてもそこ僕的には一番印象に残りましたね。初海外ということもあって、あのまあもちろん僕ら全員でね、こうやって海外行くの初めてでしたし、まあいろいろライブとかとはまた違った僕たちの表情がもうたくさん詰め込まれてますので、120点ですね常に新しい挑戦はしていきたいなというふうに思っているので、芸術的な、 なんか作品にしたいなというふうに思ってて、美術館で撮ってみたりとか、なんかそういうで、なんか無表情で撮ってみたりみたいなっていうのを、なんか結構そう衣装とかにもいろいろこだわったりとか、メイクとかもなんか今までしたことないような、なんかド派手なものをやってみたりみたいな、なんか写真集をサードではやってみたいなっていうふうに。ファイヤー公演とかでは、あの僕とジャンが曲を作ってライブで披露したりとか、そういうこうクリエイティブな部分っていうのにどんどんいろんなメンバーが関わっていけてるので、目標というか、そうですね、目標は自分たちが全てこう制作に携わるっていうのを目標にこう着実にやっていきたいなと思ってます。レオ、あの初の海外っていうこともあってめちゃくちゃ気合入っててすごい、ね、人生で初めてサングラスを買ってあのレイバンのサングラスを買ってきて早速空港からずっとかけてるんですよどうしたって言ったらこの日のために買って今日下ろしたみたいな、ずっとかけてて、そう、ね、もうなんかすごかったっす。めちゃくちゃダサいぞ、こんなとこにすごいですよ、オールホワイトのコーデでもうなんか夏みたいな恥ずかしいですこんなにこんなたくさんのバイトなんかいらっしゃる中でそんな暴露されると思ってなくて恥ずかしいです